今回はシンプルに見応えある試合参戦。見てて自分もまた三国志対戦やろうかなと思ってもらえるようなギリギリの接戦を用意したよ。正直なところ9月末までアプリがないとなるとネタがない。ならガチ戦で試合自体の面白みを見てもらえるよう頑張ろうと思うよ。今か。せーの。今日こそ幕末を成し遂げます。この頭で描いた通り。今か。守りのミスで手痛いダメージを受けたけど、諸葛亮は2試合に2回までしか打てへんから、まだチャンスはあると思う。
丸めねば。放ってくれないか。ゴールド解放マスター。死ぬ時はこんなもんだ。せーの、戦場を制するのは市場を制した者だ。マイノス、マイノス、これはいかん。マイノス、甘くないのね。今か、お前たちの中に俺を殺せる者がいるか。これも必要な犠牲です。ライド、今か。ライド、一人ではここまでか。足が速いな。未熟だったか。残さず掘り落とせ。リードしとる確証がないから、城からのダメージの軽減に武力上げとくよ。ようやく復兵を出せたけど、開幕を 6.5 コス状態で戦うことになってしもたんは痛いかな。借りたい、突っ込むぜ。足が速いな。借りたい、困ったものだ。天にありたい。行きたくありません。借りたい、頭を丸めねば。借りたい、
んだ。刈り取り、果てろ。放ってはくれないか。果てろ。迷う。刈り取り。頭は冷えた。刈り取り。警告デッキ相手にここまでリード取れてへんのか。相当やばい。殴り合いで勝てる展開ちゃうし、前を潰す方向性で考えてくよ。天に昇れ。孫悟の主として国を乱す者を撃つ。頭を冷やせ。まずはそれからだ。当てろ。頭を丸めねば。立てろ。おい、帰る場所など。やめよう。今か。立てろ。とっておきの一味を裁く時だ。暇なものには屈しません。厄介なことだ。頭は冷えた。行きたくありません。宿縁を晴らすまで。今か。借りたい。嘆き消えるものは遠さの声と絶望の涙を絞り取る。今か。ゴーグ解放。マスター。自由を磨き、決戦に挑むのです。孫悟の主として国を乱す者を撃つ。今か。放ってはくれないか。刈り取り。天に昇れ。私の心もあなただけのものでございます。死ぬ時はこんなもんだ。とっておきの一味を裁く時だ。
だだだ、まだ悪を。頭を丸めねば。行きたくありません。今か。最後の警告前をギリギリで倒せて勝利。3戦目も最後までわからん試合を取ってきたよ。救援を払ってみて。
だか。自己流で一番早かったらそれ最高にかっこいいっしょ。よこしまなものには屈しません。バイド恥ずかしい。今か。希望のもとに引導を渡す。俺の本気が見たいんだね。ご視聴ありがとうございました。